海賊ラジオ、レッズ力船セタロウの海賊ラジオ、オンユーチューブ、レッズ力船特別出向。まあ、セタロウのちょっと立ち話みたいな感じですが、レッズの話をするんで、レッズ力船の特別出向で、えー、話します。この船を出すことにいたしましょう。で、今日は私、この中断期間を利用して、浦和レッズ、 クラブに私提案したいんです。というのはね、今シーズンリーグ優勝を掲げながら今つまずいている状態ですよね。まだ可能性あるからそれを突き詰めていって、ぜひとも非常れなる大逆転リーグ優勝を成し遂げてもらいたいと思うとともに、大変難しい時期に差し掛かりましたよね。サボターの間からは ちょこっと不安な声も上がり始めました。今の順位が J2 広角圏に極めて近いところにいるからですね。これはそのあたりにいる他のチームの勝った負けたによって左右されるもんではありますが、ただ現実的に今、そういう順位、ポジションに今、売られてはいるわけですね。でね、 あの開幕前、スーパーカップで今最強だろうと言われている川崎フロンターレに勝った時にサポーターの大半は今年クラブが掲げたリーグ優勝はいけるんじゃないかと思いました。でも、そのまま皆さんご存知の通り今こういう状況です。わずか4ヶ月後全く逆の気持ちが芽生え始めてしまったんですね。 大きくサボタの気持ちが変わってしまった。で、こういう状況になるとね、求心的改革の声が大声になって目立ってくるんですよ。まあ、簡単に言うと、リカルド・ロドリゲス監督、解任しろっていう声ですよ。ウラレズはたびたびシーズン途中で解任してるから監督も。で、結果、いいケツの方が多かったんですが、 一つだけ、私、忘れられない、監督、交代劇の、ネガティブな終局を、目の当たりにしてしまった、あのシーズン。ウラレ列が J2 に落ちたシーズンです。思うような結果が出ない。そして、アウェイの名古屋戦で、守備が崩壊。まだあの時、名古屋グランパス8って名前で、 名古屋戦っていました今名古屋グランパスですがね。まるで、名古屋のグランパスエイトのエイトが浦和の失点なのか、などと苦笑いされた試合です。まだあの、インターネットの書き込みなどは、みんながやってる時代じゃなかったんですが、それでも、原監督を辞めさせなければ、三菱の車は買わない。 っていう書き込みがあったらしくて、これが決め手になったかどうかはわかりませんけれども、原博美監督の首が飛んで、オランダから J リーグのことをほとんど知らないアデモスという監督がやってまいります。見事に J2 陥落です。私、監督交代って、 うまくいった方のケースばかりが印象に残るんだけれども、激悪なんですね。うまく聞いてくれないんだけど、聞かなかった時には、この状況になるんですね。で、今とあの時はちょっと違うんですね。あの原弘美さんが8点を失って、グランパスに大敗して、一気に、 チームの中がバラバラになるんですけれども、その前あたりから主力選手の一人が平然と取材する我々に原災害を批判していましたから。今はそういう主力選手一人もいないでしょう。このリカルドのサッカーの中でやっている選手、自分たちを責めているでしょう。勝てないことについて。 ですからまだチームは中バラバラになっていないんですよ。ね。そこで、そボタの皆さんにもお願いがあるんですけれども、騒ぎすぎないように、そしてリカルド・ロドリゲス監督、解任しろと、小裸に叫ぶ時期じゃありません。リカルドがクビになって、他の監督がやってうまくいかなくて、 J2 に陥落したとしますよ。そういうケースになった場合ね。あの時と同じように。言った人は誰も責任取らないんだから。ね。だから、すべてはシーズン。もう本当に押し詰まったところで、今年の総括の中で、来シーズンリカルドでいいのかどうかっていうことで熱く議論を交わした方が、私は生産的だと思います。でね、そうそう、クラブへの提案と頭で話しましたがね。 これあの、お願いじゃないんですよ。裏列の皆さん、私からの提案です。この中断期間のどこでもいいですから、揺れるサボーターの気持ちに、率直に真正面から真摯に答えてください。レフトボール本部ありますから、戸がり本部長でもいいし、西野勤ムテクニカルダイレクター、西野さんの方がいいかな。ここまでの総括と後半への展望を話してください。総括は、 細かいデータがあると思いますからできると思うんですね。あとは今後の展望、言えないこともあるかもしれないけれども、それを含めたところで、ぜひとも発信してもらいたい。あの、これクラブにはホームページがあって動画もあらずですから、あの、文書ではなくて、生きている、生きている声で、訴えてください。これはもう提案です。これ今すぐやるべきだと思います。それではまた。 チャンネル登録よろしくね